すみません、監督、こちらから代表でさせていただきます。よろしくお願いいたします。思いというところには届きませんでしたけれども、まず今日の試合全体的に振り返っていただけますか。そうですね、こちらが攻めていた分、本当にあと1本で出なかったので、相手はまあやっぱりワンチャンスを本当に確実にものにしたいというところで、チャンピオンにふさわしいチームなんだと。今日決勝はアボット投手に先発を託されてましたけれども、アボット投手に託された思いというものを監督のお気持ちを聞かせていただきますか。そうですね、弟、本当にアボットと二人が最後の終盤のところから、リーグ戦の終盤のところから本当にチームのために全力で投げてくれていましたし、弟の先発っていうのとアボットの先発っていうのと、いろんな形を考えていたんですけども、そうですね、最後の最後、本当にアボットに1ゲームを潰してほしいという思いで、はい、先発を託しました。やっぱり投手戦というところで1点を取る、どちらが取るかっていう戦いだったと思うんですけれども、改めて決勝リーグ、トヨタの戦いというものを全体的に振り返っていただいて、いかがでしょうか。そうですね、やっぱりリーグ戦とは違って、決勝トーナメントというのは接戦になる、本当に接戦の中でどうやって点を取っていくかというところがチームの課題だと思ってましたし、今シーズンは1年通して、本当にそこをにこだわってチームとしてやってきました。守ることでしっかり相手を最少失点に抑えて、攻撃のワンチャンスでっていうところを作るっていうことをね、本当1年間やってきた戦いを決勝トーナメントでもできたんじゃないかと思ってます。個人的な話をお伺いしたいんですけれども、今年後藤投手がエースのような活躍をされましたけれども、今年の後藤投手の成長というのは監督の方から見てどの意味でもありますか。そうですね、私の中では後藤の成長というのは桐生の成長が大きいのかなと思ってます。なかなか桐生がこういう場にね呼ばれることは少ないんですけども、本当に彼女がいろんな勉強して自信を持って配球する、それに対して後藤が答えて思い切って投げてるっていうところが一番大きいのかなと思います。選手の代表から最後に、改めて来年からまた新たなリーグで開幕しますけれども、来年に向けてのお気持ちをお聞きください。そうですね、強くあり続けるということがね、会社の中でも私たちに果たれている使命だと思ってますし、来年こそ日本一目指してね、本当にまた頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。テレビ代表からは以上になります。会場の皆様いかがでしょうか。ちなみに新聞の秋山と申します。よろしくお願いします。この試合改めて振り返りのエンドだったんですけれども、いわゆるアボット投手が、すごい好調の中で、無失点を続けてきたと思うんですけども、いわゆるその後藤選手にスイッチするタイミングの難しさとか、そういったところは試合の中で感じてましたでしょうか。感じました。本当にモニカアボットが本当にいいピッチングをしてくれていましたので、本当は系統を考えながら試合スタートしたんですけども、本当にアボットの状態が良くて、いいピッチングしてくれてたので、引っ張る形にはなったんですけど、本当にそこの、そうですね、私自身がうまくできなかったところもあるかなと思います。質問がありますけれども、今日はさらに、昨日よりさらに多くのお客さんがスタンドに詰めかけて、もうプレー、ワンプレーワンプレーにすごい声援だったり拍手だったりがあったと思うんですけれども、改めてこの福島の、お客さんに向けての、その思いとかコメントがありましたら、よろしくお願いします。そうですね、本当にこういうお客さんがたくさんいる中で、私たちソフトボールできて幸せだなと感じました。この試合が終わってからもスタンドに挨拶した時でも、本当にスタンドの皆さんが拍手を送ってくださって本当に嬉しかったですし、そういういい試合をね、本当に4チームで、5チームで、すみません、
チームで見せることができたんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それで在庫の皆様はいかがでしょうか。ご質問ございますでしょうか。